はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。トルネコ大冒険不思議のダンジョンを始めていきたいと思います。前回は偶然ですね、発売されてから30年のプレイになりました。それから1ヶ月以上経過してますね。久しぶりにやってみたいと思います。はい、いつも通り、Twitch で配信しております。ぜひ Twitch のアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイ Twitch アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてこの動画のアーカイブを YouTube でアップロードいたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルアップロード Two Days After プレミアライブマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter X、旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひ、間違えた。はい、ツイッチ、ツイッター X ライブ、ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。さあ、行きましょう。これはまずい。さあ、まず1回です。そう、32ゴールド。まだか、まだレベルは上がらないか。毒消しそうじゃないですか。音切りそうだ。今のうち、あ、まだだ。まだダメだ。
トギソを食べて最大ヒットポイントを上げる。止まりかな、それともあアイテムがあった。また毒消しそうだ。あ、盾だ。オッケー。青銅盾は3ですね、強さは。多分無理なんでこのまま行きます。2階。また音切りそう。あ、もんじゃだ。消し持ったつ大きいパン、あ、やった、大きいパンだ。千里アンダー悩むな、まだ早いか。レベル上げときたい。こっち上上がれる。また微妙な。これのためにインパス使うのもったいないな。まだそんなに致命傷になりにくいからな。千里眼見てみるか。エミーラはメダパニソウか。メダパニソウ多いな。やばい、イオだ。あー、間違えた。あー、やっちゃった。敵はいない。いないよな。ってことは帰ろう。
地下の種、 OK。 じゃあ即使いましょう。呪われが、もう全部見てるよな。4回何にもない。そろそろ罠とか出てきますからね。何パーセント？ 19% か。スカラか、微妙だな。レミーナ、もっとあの川か川の盾か三鏡あたり手に入れたいんですよね。レベル4にアップ。ここも邪魔してる。なん、いやちょっとこれ危険すぎる。返そうか。力落としたくない。まあ2つ持ってるからな、そんなに危険じゃないとは思う。言うものの力、あ、能力は高くないからな。基本的にはあんまり戦いたくない。間に合わないんじゃないのこれ。あーっと、挟まれた。死んだ。てかやられる。あー無理です、死にました。かな。お化けキノコに、こんなに囲まれるとは思わなかった。正気か。あ、早くもリレミットを手に入れた。無理は禁物です。
6あるんだ、鋼鉄って。防御大事だからな。パン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 パカパンパンパン、2の6。また攻撃は最大の防御かもしれない。あとメッキを早くつけたいとこですね。止まりか、ここ戻ってきた。72%。これ本当にアイテムの上限がない、上限があるっていうのが、持てるアイテムの上限数があるっていうのが辛いんですよね。いらん。腐ったパンを置く。てか攻撃する、腐ったパンで可能なら。総力戦になりますからね、もっと不思議なダンジョンになると。またパンだ。金銀パールプレゼント、レベルアップ。ここも何もなかった。ってことはもう何もないんだろう。3階へ素直に行きましょう。あーっと、装備的には恵まれてるし、リルミトは絶対いるんで。早く来た。金銀、ん？またパールだ。は？え？窓足槽を食らえ。なんでこう外れるんだ。あ、やばい、囲まれ。なんで動かないんだ。お、やった、インパス入手。あ、いらない。でもお金になるからな、綺麗な指輪って。あ、コスト。は？
お金は持って帰ろう。今何パーセント？75か。回復できる草がない。銀の杖はインパス持ってない。セミが、なんと5。なんで気がつかないんだ。あ、やった、メッキだ。これは即使う。あ、ここ行き止まり。72%。あ、逃げ身と2枚目だ。1枚でいいが。あ、ついに動き出したか、やつが。やれるやつあんの？金縛りか。無理か。隣り合わないと無理なんだ。あ、行き止まりだ。意味がなかったような感じ。アドバしそうかな。あ、一発や。63%。怯えてる。4回。薬草がまだ持ってないんだよな。千里眼、地獄耳、千里眼かな。そうそう考えないとな。囲まれたらちょっとやばいな。あ、やばい。力が。間違えた。消し持ってない、持ってないのか。種飲むか。
ん？何？青銅はいらん。今鉄だからな。54%か今。2つあるんだよな。戦略とか使ってもしゃあないし、ちょっと待った。ここはもう下りましょう。いきなりパンを食べて、そこまでいらんよな。あ、草だ。千里眼。あ？やばい。ちょっと怖いな。危険だな。草がある。あ、地下の種だ。何もない。銀の矢だ。微妙だな。インバス持ってたいんだけど、これだと矢代わりにしか使えないな。でも綺麗な指輪だからな。地獄ミーでも。帰ろっかな。状況によっては帰るかもしれない。あったか。こんなん限界あるやろ。
けるとこがそんなにないと思うんで、売りましょう。毒がある。あ、何これ、今は無理だ。あ、自分がで中で対抗できる装備がない。レミーラ、パン、あ、いいね。薬草持ってないんだよな。また薬草だ。今度は食べる。これでヒットポイント上がる。うん、いいや。こだわることはない。逆に宝物を取っていった方がいいと思う。お、またリエミト。いや、もうリエミトいいでしょう。また薬草だ。矢の数って何本？2本か。棍棒でもない。棍棒くらい。あ、ドラゴンキラーだ。呪われてるが、シャナク持ってなかった。キラー4か、微妙だな。まあドラゴンの時強いんで、音はいいんだけどな。何今の。持つやぞ。結構ダメージがあるんだよな。なので油断は禁物と。75%か。あ、レベルアップ。
なんで今減ったんだ、おかしい。結構あのダメージ与えるな。なんか銀の杖おかしかったよな。あ、消えた銀の杖。存在がなくなった。はあ。出るわけがない。もうすぐ帰ること前提で。もう一回返そう。出し惜しみせずに。またかよ。まあでもヒットポイントフル持ってるからな。薬草持ってないんだよな今。13%パンと大きいパンか。いいよな、これはラッキー。まあでもスモールグールだけやったら別に怖くないな。分裂するけど、分裂するだけやもんな。本当にあのいつリレミトを使ってもいいように。あとそっか、聖域があるから。聖域があるのか。イオの巻物、ルーラ層が2つ、綺麗な指輪があるからお金にはなるんだよな。またかよ。で、地下10階やばいなこれ。え、なんだっけ。まずイオを使う。冒険か、また微妙だな。インパスは持ってない。そろそろさすがに厳しいかな状況は。
49か。普通のパンをここで食いましょう。あ、盗まれた。いきなり よかった。これ取っては持ってるけど、すでにメッキはされてるんでいらない。あ、どうしよう、目つぶしそうかな。あ、なんで4しかダメージ与えられてないんだ。さっさと退散。やばいな、状況によっては一発食らって終わりかもしれないんで、目が見えてないからこういうことが起こり得るんだ。うちはもめみたいなことが。行き止まりではないが、ちょっとあと聖域ぐらいしか手がないんだよな。あ、まだ1個残ってる。刀剣を投げてみる。力が結構不足してるよな。無理です。
帰ります。帰ります。ドラゴンキアマイナス1へなかったらな、1個だけ置いとこう。じゃあ鋼鉄のメッキされた鋼鉄を盾を持っていこう。早速鋼鉄を盾を装備。行き止まり。盾を強さ6ありますからね。おまけにメッキされてんのに錆びません。有利な状態でスタートできる。まあ、焦りは禁物だよな。まだ先がある。お、やった、スカラだ。鋼鉄を盾を強化。よし、木の矢を手に入れた。これ結構強力。できれば力を耐えとかで、ね、強力にしてから打つのが良いかな。あ、もうダメだ、打てない。でも行き止まりか。敵全然やってこない。まあ下下がってもいいかもね。レベルアップ。大きいパンしか持ってない。モーンジャと相手してから、
1か。お、スカル、スカラダ。続けに強化。無敵に強化できればな。強いんだけどな。パスが強化されるけどな。3が効く。バスか。あ、行き止まり。一回生還できたのは意味があるな。でも、コンボはこれでいらなくなるわけで、16%か。下行きましょう。何もないのにするんだったらお腹減るだけだしな。10% 切った。ん？ここどこだ？薬草か。そろそろ薬草手に入れた方がいいかな。いや、飲んじゃう。4階でもお化けキノコっているんだ。よしよし、ようやくレベルアップ。これで多分魔導士と戦えるだろうと思った。戦わざるを得ない場面がやってきた。
酸が効くやったリリミトを今回も手に入れました。一回寝るのはしゃあないとして、パンがあった、腐ったパンでも必要だ今は。いきなりかよ。モンスターハウスか。まあここはルーラソーだろうかな。ルーラソーですね。メダパニソーし、あ、イオの巻物があった。どんどん死んでいく。パスいくら？2つあるな。リミット2つ目。金の剣も銅の剣もそんなにいらん。30本になった。銅の剣置いとこう。鹿を種使う。薬草はもう持っときたいよな。コンボイラ置いとこう。まあ酸が効く。89%。27本。木の山だ。倒せるから倒しとこう。いいんだろうか。シャナク、千里眼、コンボ、コンボいらん。わ、毒矢だ。やられた。おまけ落とし穴でした。意味がある。レミーラ使おう。金の剣、まあ微妙かな。まあ、持っているもので特に有効そうなとこは今ないからな。
あ、インパスか。インパスは1個は欲しいな。10% でパンは腐ったパンのみ。金の剣ばっかりやん。金の剣っていくらで売れるんだっけ。なんか早く売ることを先行した方がいいかもしれないよな。でもまだ全然ピンチじゃないからな。なんかもう早く帰る気で金の剣は確保して、こんだけ持ってんだよな。シャナクは1個でいい。おとぎそうだ。これおとぎそうはいるよな。もうパーセントの、あのハープコロも稼げるし、
結構避けられてしまうな。てるけど、2つ目あったらそれ越したことはない。だけどもメッキはかかっている。そうだ、いや、イオを持ってたからイオを使おう。OK です、レベルアップ。おー、ドラゴンシールドだ。ダメでもシャナクがあるが、インパス使っていいのかな。あー、まただ、また呪われてる。じゃあ、あんまり意味がない。てか、これドラゴンシールド意味がない。あ、大きいパンダ。
行き止まりだっけあっち。あ、行き止まりなんだ。じゃあ終わりじゃん。あ、終わりじゃない。こっち向こう側がある。あ、違うんだ。びっくりした。先がある。そうだ。嫌なとこで倒せてよかった。メタパにそうか、微妙だな。残念でした。インパスはいないよね。早くそうだ。一度聖堂を置いて、聖堂いらんよな。聖堂いらんな、この段階やったら。あー、金の剣、お金が盗まれた。やった、鉄を金庫だ。でもいいかも。あ、やばい。結構一旦ワープ。あの野郎、金の剣持ってるからな。腐ったパンしかないんだっけ。あと大きいパンもある。なんかお金どんどんなくなってる。まあこのまま降りるわけにはいかないんで、捕まえたる。
金の毛を取り返す。お、御鏡だ。御鏡でもなーす。錆びないのはいいんだけど。お、インパスは持ってない。置いて、三鏡は8だな。あ、なんだそれ。正直可愛い革の鎧以外はみんな変わらんもんな。結局 27% 普通のパンがないからな。あ、やばい、ピレミとまだ一つ残ってるけどな。大きいパンをここで食べる。12階へ。
ま行くと負けちゃうからな。つらかる。ん？あ、木の矢だ。木の矢がこれでまた25本。おお、また大きいパンを手に入れられた。あ、駅の周り。OK、お金が増えていく。ん？何？三鏡か。メキされてるんだよな。レベルアップ。あ、ま、もうまたかよ。ルーラソー、あ、使う、ルーラソーがない。音切りそうかな。イオの魔法だ。気がつけば13階へ。止まらない？まだだ。ようやく止まった。その盾を喰らえ。銀の矢を喰らえ。満腹
度がこのだけか。銀の矢も増えたな。13本になった。矢があるけどわざわざ取りに行く必要はないな。あっという間に15回。鏡を立て何もないのに。いないよな別に。最初からなんだ錆びないっていうメリットはあるけどな。
キソ持ってない。持ってる持ってる持ってる。早く倒しとこう。40ももらえるんか。カエソは欲しいな。金券金の券ちょっと多すぎるな。ステージ、じゃあ音切り層の方を頼む。あ、ドッキリ層だ。止まりだな。じゃあダメじゃん。うわー毒や。結局あんまり意味がなかった。大きいパン多く。17階へ。嘘だろ。11になった。鏡の盾いらんよな。あ、シャナクか。そこまでいらん。ひえ。これってもう、あ、
つがいた。あ、よかった、メダパニソはどうでもいいわ。マナハンドか、倒しとこう。硬いよね。進めないんじゃ意味がないな。お、バイキルト。あんまり意味ないけど。焦りが見える。 33% か。大きいね。腐ったあれ、腐ったパンすらなくなってる。取られてるな。じゃあもう行こう。インパスでいらない。
あ、カノタテだ。にしかないけどな。ま、これ持ち帰ってもいいかも。あー、嫌だ。この人は またレベル下がっちゃったや。イエティだ。パーか。でももうパンがない。そうか、はあ、早いうち対策しとかないとな。です。強いやつだ。ちょっともう厳しそうだな。対応できるやつがそのままないんで、目つぶしそうぐらいか。行き止まりじゃない。は食べたいといかんって言ってるから。でも食べるものって音切りそうぐらいしかないんだよな。音切りそう。無理です。帰りましょう。
ラストかな、これが。パールの指輪を、お、やった、力の指輪だ。力こそパワー。早くリリミというあの巻物を取らないとね。シールドか、まあ悪くはないけど、嫌です。装備しましょう。
ちろんやった、地下を種です。違えた、もう用はないんだな、ここには。レベルアップ。打つからな、これ。大きいパンしか持ってない。火炎草が2つ、ルーラ草が1つ、メダパイ草が1つか。あ、間違えたかな。パンがなくなった。鱗か、鱗は錆びないっていうメリットはある。ドラゴンシールドにメッキしたいよな、早いこと。あ、剣持ってないんだ。あ、うまいな、Dパッド。頭がいい。大きいパンダ、まだこれで延命した。 あんまり あ、ミイラ男が登場だ。やばい時は、本当にやばい時は火炎草。
インパス持ってないけど、装備。なんだこれ。今までは銅剣だったんだ。銅剣が3に対してドラゴンキラーは5だ。まあ、銅剣いらんよな。特徴がないからな。あ、やった、メッキだ。OK です。ドラゴンシールド、メッキ。そして、リルイミトも手に入れました。絶対死ぬわけにはいかない。要は絶対欲しい。銅剣いらん。わ、いきなり待ってたかのようにイオの巻物を。消しそうは嬉しいな、ここでの。まずはシャナクだな。ウロコの盾とドラゴンシールドも美味しいけどな。インパス？インパスってあったっけ？そうだ。とりあえず一つ持ってない。解けそうあるんだ。
装も欲しいな。窓足装より絶対欲しい。この指輪か、持って帰りたいな、できれば。なんだこれ。一回使ってインパスで変化。あ、オノピンそうだ。あ、鉄のな欲しいな。強いのは分かってんだけど、早くそう。オトギソウ置いて、地獄民使っちゃえばいいんだ。あのモンスターハウスがある。火炎草か。初めて寝た。おとぎそうだ。イオ持ってる？持ってるけど使うのもったいないよな。
ダメだ。ここはインパス1個は持ってないんだな。ってことはやっぱりあそこのモンスターハウスに行かないと階段下れないんだ。ここでイオを大きなパンがある。指輪あ、腹減らずだ。わ、腹減らず来たか、ついに。帰りたい気にもなってくるよな。ドラゴンシードいらん。どんどん溜まっていくな、気がついたら。あ、お金取られたと思いきや、ないからしゃあないよな今のは。
また元切りそうだ。二つ持っといた方がいいかもね、これからは。そうだよな、だから鉄の金庫いらん。こういうこと、こういう作戦あるんだな。どんどんお金貯まっていくし、最近か。あ、ロケッソが盗まれた。ん？何これ？あ、そうなんだ。パンだけか。悩ましいな。大きいパンじゃないってとこだよな、ポイントは。お、何？ドラゴンシールドプラス2か。OK、どんどん強化。流れはいいな、すごい。
ああ盗まれた。パンを食ってパンを手に入れる。12回。なかなかキメライも対抗できる強さを持ってんな。インパスは持ってないのか。で、海藻飲んで海藻を手に入れる。どうしよう。レベル13へ。ん？なんだこれ。地下の指輪だ。つ、よかった。パンが1個だけか。何これ。レミーラだ。
押しで勝てるのは本当に強いな、キメラ相手に。1万超えてるよな、資金が。金縛りか。矢がない、鉄の矢を装備。矢持ってるよな。あ、持ってない。え、何これ。銀の矢って持ってたっけ？持ってる。握手会。
の盾だな、欲しいけどな。あとイオも欲しい。いやー、しかし本当にお金ない、在庫がない。今どこだ。演奏があって、おとぎ演奏があって、あ、ゲミトって持ってるよな。今何だったっけ、ドラゴンシールドプラス3か。本当に持てるものが限られてんだよな。おとぎしそうあるあるある、大丈夫。しかないか。鉄矢は14本か。他銀の矢が。
行こう、どんどん行こう。あ、間違えた。あったパンか、パンが何もないんだ。でも腹減らず、腐ったパン手に入れてない。あ、やばい。ね、いらんしな。
インパス持ってたっけ。あ、インパスある。いるけどっていう感じやな。行き止まりか。明日行けるやん。有能すぎんな。また薬草だ。よう、薬水草。さすがにこれはおとぎそうでは。あー、しまった。レベル下がっちゃった。
わ、すごいことなってる。コアのとイオかな。コア。どうする？もう一回いいよ。火炎草。危ねえな。キルト、ドラゴンキラーな、今装備してんのは。例えば21回。先にこっちをやる。250もらえるんだ。あれ？なんで？you
ネハネだった。待ってよ、これ変化の手に送ったら、で2回攻撃なのか。you
難しいが、日本の木の矢いらん。デーモンだ。インパスってあったっけ？インパスある。5か。そう、回数は分からんからな。
76回。そうないか。これ状況によってはやられるな。気があったよな。え、食らうの？嘘。やられてしまいましたね。やっぱり書いたらよかったかな。はい、ということで、このお金ですね。こちらのお金ので店を大きくする必要がありますが、まあでもやられなかったいろいろな強化されたあれを持って帰るとすると、やられないことがまずやっぱり大事ですね。やられないで、やられそうになったらリリミットで帰るっていうのがね、重要だと思います。あと腹減らずもあったのにもったいないよな。腹減らずと力の指輪をコンボだったらもう解決してたと思うんで、その辺を失うっていうのは本当に辛いとこなんで、しっかり、やっぱりもうリレミとあったらもう無理せず使う、これを大事にしなきゃいけないなと思います。まあ、2回生存できたんで、ましてそうでしょうね。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。ツイッチでお言葉を受けいたしました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。YouTube チャンネル登録高評価、
ぜひお願いいたします。またツイッター X のアカウント、ぜひフォローお願いいたします。ポスト、リポスト、いいねもぜひお願いします。トロネコの大冒険不思議のダンジョン遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。